はい、ということで今回はこちらトム・クランシーズレインボーシックスベガスの方やっていきたいと思います。これはねレインボーシックスシージを買った時におまけっていうわけでもないんですけど、まあついてきてね、ベガスの1と2がついてきたので、まあやろうかなと。で、リアルはやっぱりいくら時が経ってもね、難しいもんは難しいと思うので、ノーマルでね、挑戦していきたいと思います。結構唐突に始まるんだね。ローガン、テロリストのリーダーはイレーナ・モラレス。作戦開始の指示を受けたわ。ガブリエル、起きて。起きてるぜ、それで。奴はボコダのフランス大使館爆破で指名手配に。ね、北米まで来て何をしてる。密輸業者のコヨーテと仕事ね。そういえば以前もコヨーテを使ってアメリカに潜入したこともあったな。イレーナをどうしろと。シックスは泳がせろと。たく、面倒を増やす気か。マジかよ。激しい抵抗が予想されるわ。よし、行くぞ。さあ、ということでじゃあファーストロープでね降りていきたいと思います。いや懐かしいねこれ。すごいね、めっちゃやってたわ。あれ、ちょっと待って、緊急離脱、何が起きた。 RPG でも撃たれたかな。はいはい。2つ目の集結地点でカンとガブリエルを降ろす。了解、 A の境界に向かう。テックカバー、隠れるには左トリガーを引き続ける。なるほど。で、ズームがあれだね。ズームがこれは右スティックの押し込みかな。そうだね。で、左を押すと、しゃがむ。はいはい。で、なんかすごい音楽が流れてますけど、いや、懐かしいな。で、X でリロードは変わってないね。よしよし。あ、なんか、すごいな。これね、Xbox One でやってるんですけど、なんか、すごい懐かしい。懐かしさが込み上げてくるな、これ。いやー、指示をやってると。通りと並行して毎日が走っている。そこを通って敵の死角に回り込んでから攻撃して。ちょっと待って、 B ボタンでなんか投げた。危な。これあれですね、なんかこう指示をやった後だと緊張感が緊張感がクソほどもないっていう。まあ、それはいいんですけど、マップを使用して迂回してテロリストをって言うけど、迂回する、Xbox360 とその、あれが違うんで、まあ、汚い。画面が汚い。そう、Xbox One とね、360はちょっとコントローラーが違うので、それっぽいボタンを押してもなんか今、何も起きませんでしたね。ちょっとどこにいるかわからないので、あ、やべ、また B ボタン押しちゃった。これ操作が違いすぎて結構戸惑うところあるな。じゃあここ、なるほど。ここをこう、横に入っていって、で、敵の側面を取れみたいな話ですね。よし、OK。なんか、いっぱい来てんな。待って、上にもいない、上にはいないか。今のは死んだか、死んだのか。こいつ倒して、もう一人いると思うんだけど、とりあえずリロードしておくか。リロードしておいて、ちょっ
と見えないのでこっち側へ移動して、うん、こう指示をやってるとどうもぬるゲーに感じてしまうけど、まあね、でも最初なんでね、こうぬるい感じがするんですけど、実際のところ多分ぬるくないと思いますね。これマップが見れねえんだけど、マップ見るボタンが完全に、あの、全然、建物の至る所に熱源反応を確認、はいはい、サイレンサーを使って一人ずつ倒していけば敵に警戒される心配もない。なるほど、これでねサイレンサーをつけて X ボタンの長押しでそのいろいろな武装を変えられると。これでフルオーとセミオーと、あ違う、フルオーとこれなんだっけ、バーストセミオートって感じか。うん、 OK、 上出来よ。敵はあなたに気づいていない。さすがやね。でこっちの方とかにはいなくて、ドアの下を指しアクションカムを押すと、A ボタンを押すとこうアクションカムで、スネークカムかで見ることができると。ははなんかさ、これなんかタグつけられたような気がするんだけど、そんなあれはないか。うん、操作説明が何とも言えない感じなのでちょっと微妙ではあるけども、よし、とりあえずここは制圧クリアだね。あれ、でもこいつら倒す必要あった？あ、なんかあるのかな、ここら辺に。もしかしたら違うな。あ、何これ、2つともアサルトライフルそんなことある？特殊部隊でそんなことある？2つともアサルトライフル持ってくるってあるかな、まあ、とりあえずサウンドサプレッサーはつけておくけど、まあいいや。で多分ここら辺にもいるんだろうな。いないか。音楽がやんだぞ唐突にやんだな。こっちにいるか。いや、後ろっぽいな。後ろにいるっぽいな。いや、こっちでもないか。なんもいないな。仲間と早いところ合流したいんですけど、ここはなんもなくて。なるほど、ここをはしごで登ると。あ、ちょっと、敵がいる、敵がいる。今、ゲイって聞いてきたな。悪いけどね、俺、のんけだから、ゲイではないんだわ。どうでもいい話っていうね。 AK 持ってるこの人で、これでラペリングができると。そうだね、あのベガスの時はどこでもラペリングできるわけじゃなくて、ラペリング用のフックがね、こう家とかの建物の各所についてて、そこを使うことによってラペリングができたっていう感じですね。もうすぐ集合ポイントよ。迂回路を探すのを忘れずに。迂回路っていうか、もうこれそのまま直接倒しちゃっていいんじゃないの？ダメ？あいつ死んでないのか。なんかやたらやたらめったらこう打ってくんな、あいつは。もっと近づいてくるとかすればいいのに、アホかまあね、近づいてきてくれない分にはこっちの方が有利だからいいんだけど。全員死んだか。だから迂回路探せないんだよね、マップが出ないからマップってどうやって出すんだこれ。だってこれマップじゃないもんね。うん、そうだね、マップを出せるっぽいボタンが完全に今あのシステム的に殺されちゃってるんで。なんかいるな、まだいるっぽい。めっちゃ車撃ってるけどめっちゃ車撃ってるんですけど怖いわ。ステリックかなんかかな。あ、しかもこれ当たんね。よし、オッケー。ターゲットダウン。で、こっちからも来てんな。で、こいつも倒した。よし。オッケー。ターゲットダウン。
あ、やべやべ、撃たれてる。これ目的地が分かんないのハードモードじゃない？普通に目的地が分かんないのハードモードだと思う。どっから撃たれてる？ちょっと待って、こっちに。あ、お前そこにいたのか。ちょっと立ち上がってもらって、よし、オッケー。敵を撃破。いて、どこにいるか分からんな。どこだ？あ、あそこか。これカバーしてるとスコープ覗いてくれないっていうね。なんかそこもよく分からんけど。とりあえずリロードしておこう。あ、長押しで、長押しでなんとかなる。あー、どこへ行きたいんだ俺は。まあ、とりあえずこの路地を進んでいくか。オッケーオッケー、進んでいこう。てかそもそも長押しじゃないとこれ出ないのか。まあそんな気もしてきた。俺の確認不足だった可能性が。お、敵の攻撃のせいで2人をまだ下ろせない。あ、本当に。境界の屋上を確保するわ。そこで合流する。教会の屋上まで行かないといけないと。ってことはまだ結構合流が先になるってことかな。で、これを飛び越えてもらって、まあでもここら辺の時からね。あ、ファーストロープ。ここら辺の時から結構あれだよね、あの指示にも引き継がれてるけど、いろんな動作のこの細かい挙動っていうのが、そういうのがちゃんとできてるなーっていうのを感じますね。お、敵がいる。やばい、スモークで。これが仲間か。いや、ごめん、ちょっと見えないんだわ。あ、なんか当たったっぽい。こういうね、スモークが張ってあるところで闇雲に打つと誤射が怖いからあれなんですけど。あー、なるほど、あそこにいるのか。よし、死んだ。敵をダウン。で、ここへ入って、多分上に行けば合流できると思うんですけど。なんだ、ん、なんだ今の。なんか爆発したけど。音のない爆発だったな。お、よし、無事でよかっただろうが。ヘリから落ちたかと思ったぞ。そして隊長としての初仕事も終わるぞ。な、回転水だ。何言ってんだこいつら。ヘリ、ヘリはただここにいるだけか。チームを移動させるには行き先を指すアクションボタン。ああ、なるほど。これで、これでまああれか、行ってほしい場所を選んでこう行ってもらうと。このね、レインボーシックスは結構あの仲間と協力していかないと。っていうか、なんか後ろから撃たれてるんですけど。後ろからめっちゃ撃たれてるんですけど、カバーしてほしかったな。さあ、ということで、またね、再び、合流したので、彼らをあそこに移動させて、よりよくね、敵を倒していきたいと思います。後ろからも、後ろからも狙われるから、早い感じでこっちを倒して、こっちにカバーをしないと、撃たれると。多分。撃たれてばっかじゃん。ちょっと。もう少し、もう少しさ、自分たちで考えて動いてもいいと思うんだよ俺は。集合の合図。あ、なるほど。十字キーの下を押すと、彼らは集合してくれると。リグループってやつですね。さあ、でどこ行くんだ。うん、どこ行ったらいいのかは書いてないと。ここではないことはまあまず確かだね。彼らもうちょっとなんか自分で考えてこう隠れ場所を移動したりとかしてくれてたような気がしたんだけど、そんなあれでもなかったか。で、これどこ行くんだ。こっから降りると多分死ぬので、こっから降りると死んじゃうから、
通にこれ降りればいいのかな。ここの階段をじゃあちょっと降りていきますか。さてさて、あーでもこの中でもう一発戦闘ありそうだな。大丈夫か。やっぱり入ってくるか。早っ。今なんか聞いちゃいけない言葉を聞いた気がするけど、じゃあ俺はこっちへ移動して、よし OK、 もうどんどん入ってこい。 OK、 あーまだそっちから入ってくるか。よし OK、これでとりあえず敵は全部倒したな。敵が退却を始めたわ。リロード。やばい、結構敵来るな。なんか敵は引いていくみたいなこと言ってたのに引いてないじゃん全然。はいはい、これ、ああなるほど、十字キーの下を押すとなんかいろ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 っていうか追従とその場で待機を切り替えることができるみたいで、左右は特に関係はないね。なるほど、インタラクトアイコンが表示される場所に行くと行動を起こすことができると。でこれでチームに爆弾をセット。ローガン、壁の向こう側に敵兵を探知、このままゲートから突入したら蜂の巣よ。マジか。爆薬で壁を突破し敵を殲滅する。セット。爆薬了解。ブリーチってやつだ。でこれで、なんかすごい微妙な感じで死んだな。ここにとりあえず隠れて、遠いとね、遠いと私のエイム力がすごい下がるのでなかなか戦いづらいところはあるんですけど、あれちょっと待って、弾がすげえ、敵が消えた、そこにいるよ、めっちゃ目の前にいるわめっちゃ目の前にいるわ、消えてないっす。でエリアクリア。さてどこへ進もうか。来いよ。集合団移動します。 OK、こことかは、あ、そういえばさ、思ったけど、カバーアクションってなくなったよね。うん、シージにはなかった気がする。で、まあまあまあ、でも、あれ？ちょっとここは登れない。ありがとう。ここは、ちょっと通れないな。こっちから、ちょっと遠回りする感じなのかな？ローガン、ドアの向こうに熱源反応がある。あ、本当に？スネークカムを使えば、中の様子がわかるわ。熱源反応？いやなんかもう全てが真っ赤なんだけどよくわからんドアの下っていうのはどこのドアだ、どこのドアのことを言ってるのかわからないんだけど、この部屋か、ここか。これってさ、これでなんかわかったり、わかったりはしないね。これで、スネッカム。他にもドアがあればいろいろな角度から部屋を調べられるわ。二方向から突入するには、まあじゃあとりあえず突入体勢を取れ。 OK、 ここで2人に突入体勢を取ってもらって、で俺はこっちから行くっていう感じだね。でオープンクリアなんですけど、その前に俺も敵の位置を2人、この中は2人だけかな、2人だけっぽいので、じゃあちょっとオープンクリアで。部下の仕事を見てるだけ。よしよしよし、じゃあ集合。でこの納屋は何、この納屋もまた入る必要なかったっていう感じの場所。え、そんなわけないよね。あ、ここ抜けるのか。よしよし、多分敵いないと思うから開けよう。ちょっとそこに移動して、カバーしとくから。OK、集まれ。承知した。あ、なんか上にいるな。
ああ。Yo le estaba disparando. なんか、ここにすごい、すごい声が。あ、本当に？じゃあ、あなたの進言を。あなたの進言をそのまま受け取りましょう。上の階はじゃあちょっと俺がやろうか。じゃあフラグで。まあここの人たちは俺に任せてくれ。こっちにいなかったか、人いないか。なんか上に2階にいた気がするんだけど、あ、いるいるいる、普通にいるわ。よし、 OK、 リロード。ちょっと待って、これ隠れらんない。危ない危ない。で、おそらくだけど、ここで、これをつけると敵がわからない。あ、わかるわかる。見えるぞ。で、これを外して。で、下が苦戦してるか。あ、してない？もう死んだ？ちょっと待って。何で、どこで何と戦ってるそれ。ちょっとわかんないけど。そこら辺に移動してみて。敵兵なし。じゃあちょっと、あれ、追従できない。待って待って、なんか撃たれてるけど大丈夫？なんかめっちゃ撃たれ、あ、ね、そこにいたのマジか、仲間に助けられたな。あー、こっからも登ってこれたんだ。よし、ありがとう。じゃあ進んでいこう。こっちだな。チームにファストロープを使用させるにはフックを刺し、アクションボタンをでチームをロープへ移動させる。ロープ移動だ。移動してる。じゃあここでラペリングをしてもらう感じね。よし、降りろ、行ってくれ。さあ、というところでちょっとちょうどがいいのでね、ここで一旦やめておきたいと思います。ということで、続きはまた次回。それじゃ、またな。